町の介護施設で元職員が入所していた90代の女性に暴行を加えて怪我を負わせ死亡させたとされる事件の裁判です。福島地方裁判所郡山支部は傷害致死の罪に問われている元職員に対し懲役8年の実刑判決を言い渡しました。小野町の特別養護老人ホームつつじの里の元職員富澤真一被告は去年10月8日から翌日にかけて施設に入所していた植田民子さんの腹や胸などに暴行を加えて背骨を折るなどの怪我を負わせ内出血によるショックで死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。裁判では富澤被告の暴行によって被害者が亡くなったかどうかが争われ今日の判決で福島地方裁判所郡山支部の小野寺健太裁判長は被害者は夕食後から死亡するまでの間被告以外に接触した者はいなかった。被害者の怪我は事故や介助行為によってできたものではなく被告人の暴行によってできたものとしか考えられないと指摘しました。その上で複数回にわたって身体の複数箇所に被害者が数時間で亡くなるほどの暴行を加えており暴行が強度なものであったことは明らかだ。遺族への謝罪の言葉もなくありえない嘘を述べるなど反省の態度が見られないなどとして検察の求刑と同じ懲役8年の実刑判決を言い渡しました。これまでの裁判で富澤被告は暴行はしていないなどとして無罪を主張していました。